もしかしたら今日呼び出されるかもって思ってたよ。俺を狙った首謀者が誰か知りたい。残念だけど教えたくても教えられないんだ。だって首謀者の正体を知っているのは私だけだもの。そういうことか。さすが綾小路君、分かったみたいだね。首謀者はまずお前に相談した。そしてお前の人脈を使って俺よりじゃないクラスメートに手を広げたんだな。私も苦渋の決断だったんだよ。綾小路君に退学してほしくないけど、私を頼ってきた人の信頼も裏切れないからね。なら聞き出せそうにないな。夜中に呼び出して悪かった。へえ、あっさり引くんだね。自力で首謀者にたどり着けるの？どうかな、自信はない。ふーん、いいよ、教えてあげる。首謀者は山内くんだよ。なるほどな。満足した？本当の首謀者は坂柳か。そこまで分かっちゃうんだ。仲介役のリスクを負ってまで櫛田が山内に操られるとは思えない。前に坂柳は山内のところに来てたしな。坂柳さんを敵に回すのは避けたかったんだよね。助かったよ櫛田。うまく立ち回って退学にならないようにしてね。なんだ？あんたにやってほしいことがある。わかった、明日動こう。助かる。